つくつくつく帽子、次は僕がし。めっちゃ悲しいやん。セミの一週間のためっちゃ悲しいですやん。こんにちは、皆さん。テリチャンネルのテリです。いつも動画を見てくれてありがとう。今日はですね、陣内さんのセミの一週間のお笑い見て、日本語を勉強したいと思います。では見ていきましょう。楽しみ。はい。ああ、この不況でリストラされるしな。借金は抱えるし、生きとってもええことないな。スタイルめっちゃいい。まあええか。思い残すことないわ。死んだろ。なんでだな。あれ、なんか一石飛び来た。えらい季節外れのセミやな。まあセミはええな、一週間で死ねるから。嫌なことないんやろな。まあそんなことどうでもええわ。ええことないし、死の。簡単に死ぬもんやね。なんだっけ、あれや。マシや。季節外れのセミや。声かわいい。なんで喋れんねんお前。なんで人間は簡単に自分の命を捨てようとするんや。死んでどうなるんや。なんや、やかましいなセミのくせに。で、何がわかんねんお前に。君な、セミの寿命って知ってるか。一週間やの。そうや、一週間や。君は今いくつや。35や。35。セミで言うたらまだ3日目。夢と希望に満ち溢れた3日目や。なんでセミで言うねん。セミで言われても全然響けへんわ俺。なんで喋れんねんお前大体。わし何日目に見える。いやもうそれいくつに見えるみたいに言われて もう全然興味ないセミには。大体でいいから。2日目。2日目。2日目。そんな若見えないセミし。え、どの辺が2日目。自分みんなにそんなこと言ってるちゃうかお前。今回ちょっと若く言うた女の子の対応やないかお前。なんなん、だいたい何日目なんほんで。ヒント、今日死にます。7日目。なんで分かった。分かるわ。大ヒントくれたんや、分かるわ。正解したあなたにはセミの抜け殻プレゼント。違うな、あんな気持ち悪い。お金ないんやろ。ほんな財布に入れとったらええかな。あれ財布入れてお金たまんの。いや粉々なんだけ。絶対いらんわ。ポロ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 出てくるだけやん、あんな。かわいい。なんなん、だいたいお前7日目やろ。今日死ぬんやろ。ようさんのんきなこと言えるな。ええかよう聞けよ。わしはセミやな、今日死ぬって分かってても最後まで生き抜くんや。君ら人間にはただの一週間かもしれんけど、わしらセミにとってはかけがえのない一週間なんや。どんだけ生きたくても一週間しか生きられへんねや。それやのに簡単に死ぬとか言うな。あー、なんかスマートセミのですね。君な、一週間の歌って知ってるか。あ、子供の時に習いましたけど。ちょっと歌ってみ。え、ここで、はい、最後の日だから日曜日に市場へ出かけ、糸と朝を買ってきた。それから月曜日にお風呂を焚いて、火曜日にお風呂に入る。いつ入ったの。追い焚きしたんだと。追い焚きは知りませんけど。続きは水曜日に友達が来て、木曜日に送っていた。金曜日は糸巻きもせず、土曜日はおしゃべりばかり。トゥラ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 。もうええ。一週間だよ。いや、そういうつもりじゃないですけど。だらだら過ごしやがって、わしらの一週間何やと思うとんねん。いや、すいません。わしらセミの一週間の歌聞いとけ、はい、日曜日にこの世に生まれ、夢と希望を抱いていた。夢と希望。月曜日に友達できて。あ、一緒じゃないですか。火曜日に友達死んだ。死んだの。水曜日は友達死んで、木曜日は友達死んだ。めっちゃ死ぬやん。金曜日はひたすら泣いて、あれ、土曜日に覚悟を決めた。つく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 帽子、次は僕が死ぬ。めっちゃ悲しいやん。次は僕が死ぬ。セミの1週間のためめっちゃ悲しいですやん。なんか涙出そうやわ俺。めっちゃ可愛いのセミだね。こんな切ない一週間やのに、子供らはカブトムシやクワガタや言うて、わしらセミは嫌われ者や。なんでわしらセミは嫌われ者や。悲しいでも面白かった。まあ理由はいっぱいありますよ。まずまあ見た目が気持ち悪いっていうのもありますけど、でもあれちゃいます、僕子供の時にほらよくおしっこかけられたんですよセミに。だからおしっこかけるから子供嫌うん違いますか。おしっこか。はい。わしらセミはな、嬉しくなったらおしっこ出てまうんや。
え、あれウレションやったんすか。嬉しくておしっこしてたんや。知らんかった。子供が寄ってきて、はい、嬉しくなっておしっこが出てそのおしっこで子供は逃げてしまう。セミの悲しいさがやな。なんか、なんでそんなに可愛いセミなんだろう。わしらセミは何のために生まれてきたんや。いやいや、でもほらセミがいるから夏やなって気がするし、夏の代名詞じゃないですか。いやいや、そんなことないわ。夏といえばサザンやん。いや、まあ、僕はサザンよりセミの方が夏やなって気しますけどね。いや、それは言い過ぎやわ。サザンに勝てるわけないやん。いや、僕サザンの歌声よりセミの鳴き声の方がわ夏やなと思いますよ。いやいや、自分そう本当にやわ。いや、喜んでるやん、喜んでるやん。ウレションしてる、今喜んでるやん。自分褒めんのか。いや、ほんならつくつく帽子がなんて鳴いてるか知ってる？あ、知ってますよ。あれでしょ、つくつくぼーし、つくつくぼーし、つくつくぼーし、最後のなんか、早なってね、早なってなんか、つくぴーよ、つくぴーよ、つくぴーよ、ぴーってわけのわからんこと言ってますよね。やっぱり、そんな風に聞こえてるんか。はい。わしらは、世界の平和を願って、泣いてんねや。世界の平和？今から泣くから、よく聞いとけ。はい。つくつくぼーし、はい。つくつくぼーし、いや、つくつくぼーしやん。つくつくぼーし、つくつくぼーしやん。ほら、つくつく帽子やん。ラバンピース、ラバンピース言うた。ラバンピース、ラバンピース言ってんの。つくつくピース、つくつくピースってなんや。ラバン帽子、ラバンの帽子。レッドツリー、レッドツリー、ラバンピース、え、レッドツリー、そんなん言ってた。ラバン帽子、知らんかった。レッドツリー、こっからこっから、つくつくピース、早なって、わけわからんこと。かっこいい。タクシーめて、そばにいて、あなただけを見つめてる。そんなん言うてた。声めっちゃかわいい。あれ、そんなん言うてた。抱きしめて、そばにいて、あなただけを見つめてるって言ってた。切な。なんかセミにやって僕自殺するのアホらしになりました。なんかもう僕自殺するのやめます。えあ、喜んでくれてるんですか。そうやない、急に体が言うこと聞かない。大丈夫ですか。大丈夫、苦しい、苦しい、大丈夫ですか。いよいよわしも終わりのようや。7日目ですもんね。これがほんまのセミファイナル。あの、それ準決勝という意味ですわ。大丈夫ですか。最後に聞いてくれ。悲しい。わしらセミは1週間という短い命を一生懸命生きてるんや。だから自分ら人間ももっと命を大切にしてほしい。セミからのお願いです。セミ公共交通。何言うてあるんですか。何言うてあるんですか。大丈夫ですか。ラブアンピース、ラブピース、もう黙っててください。レッドイットピース、もう危ないから体。抱きしめて、そばにいて、あなただけを見て。大丈夫ですか？いや、おしっこすな。かわいいだった。I didn't know they had this kind of short life also. But he was really smart. どうやって Smarter than humans. I've heard that after making this video, Jinnai-san received some letter from a little kid who was thinking about suicide, but after watching this video, he changed his mind and he was keeping his life. それから、このビデオはちょっと面白いと感動だったね。ではこのビデオはここまでです。最後まで見てくれてありがとう。次のビデオでお会いしましょう。またねー。